タミンの飲み物あったかな、ちょっと見てこう。ね、やだ、めっちゃ久しぶりになんかすごいなんか荒れ方してる。ついでに追いだくしてきた。よいしょ。一本だけあったわ。これを飲みます。すごい、なんか大西さん、肌荒れる時って大体肌荒れる時ってさ、だいたいなんか顎とかが多いんですけど、まあ今顎もできてるけど、なんかこの辺なんかすごい出来方してるニキビ。どうしたの大西どうしたの、すごく変な、こっちからこっちめっちゃニキビって感じ今。なんでマスクって、いやマスクやったらね、ここ 2,3 年ずっとしてるからあれなんだけど、そう今までにできてないところになんか変なニキビがいっぱいできてる。やだ、右側が疲れてるって。右側だけ疲れてんのかな、左はね、左ここあるけど、確かに左側できてないの先生。どうしたの右大西の、化粧品変えたとかって、何も変えてない。てかむしろ最近化粧してないからね。眉毛変えてるぐらい。スペーちゃんと寝れてますかって。寝てる寝てる。食事はちゃんととってるって。Yes, I do。ちゃんと食べてるし、ジャンキーな部分もありますが、それは昔から変わらず。でも野菜取れるときは取ってるからね。うん。うん、あらら、ちっちゃいニキビがいっぱいだ。やば、大西さんが美人だと聞いて見に来ましたって。うわ、やば、今ニキビだらけです。大西すいません、ごめんなさい。ね、変な荒れ方してる。点線あれになりそう。大西今そういうゲームあるよね、なんか点をつなげるやつみたいな。今それできそう。コンサートまでに治りますように。スパ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 。うん。
早寝早起き栄養とってねって。ね、そうしよう。枕カバーとかぬいぐるみね、あの大西ね、あれはしてるんですよ。それね、大事なんだってね。そう、一応ね、ね、一応枕に顔つけないのと、あと毎日タオルは変えてるのであれなんですけど、そう、そう、うん、スパスパ、人の本能し頑張ってくださいってね。頑張る。明日から3日間続くからね、本同士が。頑張ります。あ、ミュージックフェア見たよって。お、嬉しい。そう、あれね、ちょうどっていうか、そう、また今日もだいぶ押してだからそう、事前に告知がちょっとできなかったんですけど、申し訳ない。そう、今日はミュージックフェアさん放送で、そう、久しぶりのリップグロスを披露させていただきました。今日月末ツイートしましたって。昨日してないの。おいしいもん。今日の朝、あっと思って、あ、してない。え、そう。あ、あれ10月じゃん、もう。ごめん、できてなかった。レミタン出てたねって。そう、レミタン、なんか小田がね、あのいなかったので、選抜では。そう、そこにレミタンが、そう、入って、でその収録が、まああれ収録だったんですけど、収録が終わった後、そう、音楽が流れて、そしたらあのミュージックフェアさんの番組スタッフさんが、そう、まずあの花束を持ってお祝いしてくださって、大西とズッキーのことを。そう、嬉しかった。あ、ママだ、やほ。そう、そう、あんな感じで花束を渡していただいて、音楽番組側の方からお祝いしていただいたことってあったのかな、ないのかな、多分ない気がする。あのその日にあの AKB のスタッフさんの方々には祝っていただいたこととかもあるんですけど、番組様側からっていうのは、そう、初めてで、すごく嬉しかったし、あと花束が大西とズッキー、ズッキーが黄色とピンクで、大西が緑とピンクの花束だったんですよ。で、大西緑とピンクの花束いただいて、そう、は大西のサイリウムの色やみたいな、大西あのこのファンの方に持っていただくサイリウム、別に公式とかで決まってるわけじゃないからあれで、大西が勝手に言ってるだけやねんけど、まあでもピンクと緑の推しカラーとしてるメンバーってまあ何人かいるからあれなんやけど、まあ大西も一応桃カラーと思って、あの桃本体ピンクと、その脇についてる葉っぱが緑だからピンクと緑って言ってるんですけど、でピンクと緑の花束で、わっ、これサイリウムのカラーやって言ったら、ズッキーが、え、私もですって言って、えっって言って、そう、そうそう、やから多分調べてくださって、そう、その花束のを用意してくださったんだと思って、めちゃめちゃ嬉しかった。そう、そうで、みんなで写真撮って、集合写真
で楽屋戻ってうずきと取り合いっこしてたんですよ、写真、あの花束持った写真を。でズッキーに撮ってもらってたら部屋真っ暗になって、えっって言ったらまた音楽かかって、次はあのスタッフさんからのそうケーキをいただいて、めちゃめちゃ嬉しかった。そう、何、あ、取り合い、あの写真のね、写真の取り合いっこをしてたんですよ。そう、あ、ごめんなさい。そう、嬉しい。でまたみんなで集合写真撮っ って。そう、とっても嬉しかったです。そう、うん、涙サプライズの曲流れたら神だなんて。あ、でも AKB のお祝いの時は必ず涙サプライズが流れるんですよ。今日もレミタのお誕生日で涙サプライズが流れてた。でみんなでレッスン場でお祝いしてみたいな。この間もマリアの誕生日もレッスン場を暗くして、で涙サプライズ流れてみたいな。そう、レミタン16歳と聞いて驚いたって、ね、まだ16やったんやみたいな、今まで15やったんやっていう、本当にびっくり。そう、びっくり、15やったんやって。そう、あんま普段さ、こう年齢とかを気にしないじゃない、気にしないのよ鬼たちは。そんな、でもまあ自分の年齢とかは気にするけどさ、あんま周りのメンバーの年齢を気にしながらこう日常過ごしてるわけじゃないから、16歳って聞いてえっと思ってびっくり。高1とか思ってないのって、レミタ高1かっていうぐらいなのよ、ほんまに高1なんや。そう、びっくり。うん、すごいなあ、年齢気にするのはコンサートの終わり時間ぐらいだけ。その確かにね、年齢を気にする場面っていうのが出てこないからね、その夜遅く、それこそねコンサート終わるのがちょっと遅れて9時以降だと出れなくなっちゃうみたいな、そんぐらいじゃないと年齢って気になんないからね。うん、16歳か、大西が AKB 入ったの16歳の時だった。うん、その大西は AKB に入った年16歳だったので、それ考えると若いなって。そうやろ、16歳って若いんだよ。あの時おばさんおばさんって言われてたけどそうだよ、あの時にさおばさんって言ってた人のさ年齢感覚ってどうなってるのって今思う、改めて。だって今レミタン16歳になったでしょ、レミタンにおばさんなんて思う、思わないでしょ。でもみんな大西たちにおばさんおばさんすごいよすごい
経験だったわ、そう考えたら。言われてたのって言われてたよ、おばさんって。まあ周りがね、13歳の子とか14歳の子とかも多かったからね。そう考えたらすごいよね、環境の問題ってすごいよね。そんな言われてたんだって。そうね、ファンの方、ファンの方かどうかは分かんないけどにも言われてたし、それこそメンバーでもそういう話になって、一回それでね、なんかいろいろあったの、いろいろあったっていうか話し合いの場に一回出たみたいな。そうメンバーもね、わりかしおばさんおばさんみたいな感じだったから、そう、ほんと初期の時だけどね、懐かしい。今のレミタにだっておばさんって言ってるような言ってるのとだって一緒ってことだもんね。ほんとみんなここに来てる方々はね、そんなこと言わないと思うけどさ、それはもちろん信じてるけどさ、ここに来てない、なんだろう、って人があんまり嬉しくない気持ちになるようなことを言うのはほんとわりかし残るからね、一生。大西はまあもちろん根に持つタイプって言ってるのもあるけどさ、それに関係なくさ、単純に入った当初とかにさ言われたことって残るよね。うん、そう、別に根に持つか持たないかの問題じゃなくてさ、うん、だからほんとね、言葉ってすごいよね。ねえ、元に戻んないんだもんね、だって言われた側からしたらさ。なんかよくある話があるじゃない、なんかそういう、今ここに使えるあれがないけどさ、あ、お風呂が沸いたわ。タカタカタンタカタンタカ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 タンタカタンタカタン。昆布が沸きました。沸いた。結局さ、こう紙とかにさ、なんかよく歩くない？傷つく言葉をティッシュとかでできんのかな、で真っさらなティッシュですみたいな。で傷つく言葉、なんか例えばおばさんとかさ、可愛くないとかさ、不細工とかさ、気持ちが悪いとかさ、嫌いとか好きじゃないとかさ言われて一旦こうなるわけじゃない。そっからさ、可愛いよとかさ、大好きだよ、愛してるよって言われてもさ、まっさらには戻らないわけじゃない、これ。結局そういうことよね。っていうこういう表現の仕方よくあるよね。ねえ。だからまあうちらとか、まあうちらもあれだけどさ、周りにいる人々もね、嫌なことをね。人生って大変だよね。
でも今見てくれてる方はね絶対大丈夫、大丈夫っていうかね、って勝手に思ってるからあれなんだけれどもさ、まあそういうのもいろいろね、なんか昔に比べたらね、なんか配慮される世の中になったのかなってないのかはよくわかんないけれどもさ、人によって機嫌が悪くなる境界線が違うから難しいって、まあスイッチっていうかね、そういうのはまあ確かにね、まあ、この人はそれされるの好きでもこの人は嫌だったみたいなのもちろんあると思うけどさ、大体嫌なことってなんかわりかし統一されて嫌なことってあるじゃない、ね、そういうのはね、ね、そういうたまたまあこの人にとっては嫌だったのかっていうのはさ、それはねあれかもしれんけど、だってブサイクって言われていい気になる人いないでしょ。そう、たとえそれをどれだけ売りにしてたとてさ、まあ、美味しいって思う人ももちろんいるとは思うけどさ、お笑い芸人さんとかでもさ、それを売りにしてみんなを笑顔にしてっていうかさ、それを売ってる方を美味しいと思うかもしれへんけどさ、でもそれをさプライベートでさ普通にさ言われたらさ絶対傷つくもんね。っていうなんとなくでもいいからさ、ね、みんながこれ何の話してんの。これなんでエミちゃんが16歳っていう話から始まったんか。ね、自分がやられて嫌なことは人にしないよってね、それが一番いいよね、一旦っていうかね、自分これ言われたら嫌だなっていうことは、でもさなんていうの、思う思わないかはさ個人の自由じゃない、そう思ってしまうこともあるかもしれないじゃない、例えばね誰かがどうしても大西のこの顔が生理的に無理みたいな、っていう人ももちろんいると思うのよ、でもそれを言うか言わないかよね。うん、言葉にするかしないかってね、自分の価値も下げちゃうと思うし、周りからもねよく思ってもらえなくなっちゃうからね、だからさ嘘ついちゃいけないみたいなあるじゃない、嘘をつくイコール悪いみたいなっていうのあるじゃん、あれもさそれはそれでどうなんとも思うのね、みんながみんな正直に生きてたらさ世の中争いが起こるよ。ってなるよね。ね、相手を傷つけない嘘とかだったらね、ね、大西だ、そのこの人がさ、この人がさ、この人がさ、この人が大西の顔生理的にめちゃめちゃ無理って思っててさ、でもこの人がさ、俺大西の顔めっちゃ好きなんだよねとか言ってたらさ、
ほれ、え、俺はマジで生理的に無理みたいな。ってなったらこの子は悲しんじゃうわけじゃない。ね、そういう時にね、嘘をつく、なんだろうね。まあ完全に相手に合わせる必要もないけどさ。今日はティッシュが大活躍。そう、こちらのティッシュ、あとでどうやって活用しようと思ってそう、1枚そう、どうやって使おうかしらねえ。確かに今の話はね、好みの問題だからさ、別にあれかもしれないけど、まあ、今のはさアイドルとかで表現したけど、それが自分の子供やったとしたら、仮に前も話したような気がするけど、自分の子供をこれ見て可愛いでしょ、もう3ヶ月なんです、私頑張って産んだんですよって言ってさ、え、俺は全然可愛いと思わないけどねみたいなそんな世知辛いことあるって話じゃない。え私頑張ってだ、子供可愛くないって言われた、ね、そんな人いる、まあまあそんなおらんとは思うけどさ、めちゃめちゃ大きな例え方をしたらっていうことよね。それで本当にそう思ってたとしてもさ、愛想、社交性って、そうね、社交性っていうあれなのかな、そういうのって。やっとこの酸っぱさに慣れてきたわ。あ、酸っぱ。あれ、もう11時過ぎてんの？お西の時今2分やねんけど、あ、3分になった。8分になったら終わるわあと5分。ちょっと早いって、そう、ちょっと早いのよこれ進むの、お西の。なぜだか。明日も早起きって、明日超早起きなの。超ってほどでもないけど早起き、明日、あ、そう、明日早起き、そうね、うん、明日もレッスンって、明日は朝一から振り入れがあって、振り入れ終わってなんやかんやして荒通しじゃないよ、明日は本通しです。コンサートのちゃんとした通しになるので、本番前の、うん、本通しって何って、荒通しってっていうのが一旦通してみようみたいな、でみんなで一旦流れを確認してみようみたいな。まだ振り入れが終わってない曲も正直あるし、そうだから一旦みんなで流れを確認してみようみたいな、一回完璧じゃなくてもいいから一回通してみようっていうのが荒通しで、本通しっていうのは、まあ別に本通しって言い方もせえへんねんけど、まあ荒通しがあるから本通しみたいな、はちゃんと本当に本番前の
まあ、何かが起こらない限り止めずに本番通りにちゃんとやる通しリハーサルのことをっていう感じかね。そうそうそう。だから明日から本通し3日間あるけど、その通しまでに各々のコンサートのやつを全部完璧にしておかないといけないので、本当はもう間違っちゃいけないから、間違っちゃいけないっていうか、まあ人間さ、それはミスはあるからあれやけど、その時点で覚えてないっていうのはなしっていう。そう。そう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 。もう完璧。明日のは一旦大丈夫かなっていう。そうね、でも今何が不安なのかも分かってないんだよね。練習したし、昨日も稽古、まあでも一回この3日間通しやってみてってとこはあるよね。楽しみです。それで変わることもあるのかなって。あ、でも本通しやって、うん、でも本番前の通して一旦自分自身にこう落とし込める場所だから、そっからまたね、本通しが終わってからまたこう自分自身でさ、ちょっと調整してさ、この曲もうちょっと何回か練習しようとかさ、完成度上げようとかっていうあれが印象はあるので、そうね、明日もとりあえずって感じかな。でも一旦練習できる分はとりあえず一旦したので、感じ。楽しみ。お、ちょうど大西の時計で8分になったので、じゃあそろそろ、さっきお風呂も沸いてたのでお風呂に入っていきたいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位さとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がまさみアットマーク月始め、今月もよろしくさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がおかゆさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が間違えた10位がアンマンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位があやみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そして1位の方かしら、キキララ。私キキララも好きなんだよね、あんま言ったことないけど、キキララの何かがある。1位の方がありがとう。マイメロちゃん、え、何？あ、これ繋がってないの？なんか、あ、マイメロとキキララがいる？もしかして。
大西多分ねすっごい重なっててさ、本当は1位と2位の方が ありがとう。じゃあ読んでいきます。1位の方、キキララあ、1位の方キキララっぽい。じゃあちょっと読んでいきます。サトチアットマーク大西軍さん、サトチさん、サトチさん、サトチさん、キキララタワーありがとうございます。ありがーキキララありがとうございます。イエイ、ありがとう。そしてまさみアットマーク月はじめ、今月もよろしくさん、まさみーさん、まさみーさん、まさみーさん、マイメロタマー、うん、マイメロタワーありがとうございます。ありがマイメロありがとうございます。イエイ、マイメロ、最近マイメロのねモノマネすること多いんだ。大西ミリアちゃんたちいないとちょっとできないからあれなんだけど、ミリアちゃん、ミリアちゃんとレナチがいたらマイメロのモノマネできる。でも今できない、いないからそうだから今できない。そう、また一緒にいる時いつかできたらということででは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。うん、でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ、ありがとうございました。